どうもー、ちでーす。今日はですね、こちらつぶつぶからでプレミアムボックス確率アップを引いていきたいと思います。で、今回はですね、こちら小さなプリンセスソフィアからで、こちらですね、ソフィアが登場しました。曲付き期間限定みたいですね。はい、今日このキャラクター狙って引いていきたいと思います。あと、その他ですね、前回からまだ弾けていないこちら、魔人ジャファーですね。これもあまりよくば弾けないかなと思ってちょっと狙ってるんですけど、まあ、とりあえずね、今回このソフィア、これがですね、出た時点でまた即やめしていきたいと思います。はい、で、今回なんですけれども、30万コインとあとプレミアムチケットが2枚あるので、最大で合計12回新粒が出たら即やめしていきたいと思います。じゃあ早速引いていきましょう。さあ、今日はどうか。ここんとこ絶不調だからね。いやー、出てほしいんだけど、どうかな。いきますよ。まずはね、チケットからやっていきます。運が良ければね、一発で出るんだけど、どうだ。あー、ヘラクレスか。はい、次行きましょう。なかなかね、出ないかなここんところね、運めちゃめちゃ悪いからね。あー、女王か。スキル5の 10%。 うん、はい、で、ここからですね、30万コインを使って10回引いていきたいと思います。で、今回は一応ね、魔人も出るようにこちらトップハットジーニーをあえてセットしてます。はいなんかね、ちょっとあわよくば出てくれないかなと思ってるんだけど、難しいかな。はい、じゃあ次行きましょう。こっからコインですね。さあ、行きますよ。さあ、どうだ。来い。あー、白いサギ。あれ、新粒も出ないね、全然ね。マジか新粒も出てくれないな。なんか嫌な予感しかしないんだけど。行きますよ。さあ、頼む、来てくれ。じゃじゃん。あー、ジーニーか。ジーニー、この間から出すぎじゃない？めっちゃ出てくるんだけど、もうスキル4になっちゃったよ。どんだけ出てくるんだろう、このキャラクター大量なんだけど、違うんだよなはい、行きますよ。頼むから来て、お願い。クリーンライダーが、お、スキルアップしましたね。3になりました。ふぅ、来ないね。新粒だけでも来てくれないかな、お願い。まあ、今回のね、一番の目的は新粒だから。じゃじゃん、よし、来た。危ない危ない危ないはい、こちらですね、曲の方は皆さんも弾いて聴いてみてください。はい、というわけでですね、今回なんとか結構使ったんですけれども、こちら出すことができました、ソフィアですね。この動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。あと、ちーチャンネルでは Twitter、Instagram もやってますので、フォローの方お願いします。じゃあ今回はここまで。ちーでした。